皆様こんにちは。こんばんは。マリサです。霊夢です。なんか雰囲気がガラッと変わったな。新聞風にして BGM も青イメージしてるよ。なるほどな。さらに次回あたりから視聴者様にさらに役立つ公式でニュースをお伝えするよ。ほほう。じゃあチャンネル登録して待っててもらえたら嬉しいな。登録してお待ちくださいね。それでは本日のニュースです。以前もニュースにしましたが、銀だこの鬼滅の刃コラボの詳細が発表されました。2020年9月8日火曜日から12月7日月曜日まで開催となっており、コラボメニューは第3弾まで段階的に発売されます。第1弾は9月20日から、かまど炭治郎の炭焼き風鶏そぼろ、漆黒炭ソース小袋付き、で8個入り880円です。オリジナルボックス入りですよ。炭火焼き風って大体当たりだよな、こりゃ食べたい。第2弾は10月1日木曜日から、ねずこのご褒美チーズ明太子、バッケツケチャップ、小袋、付きで8個入り880円です。バッケツケチャップ、わら。バッケツ。第3弾は11月2日月曜日から、絶対うまい、煉獄ネギチリ、煉獄パウダー、小袋、付きで8個入り880円。これはちょっと辛そうだな。まあ子供も食べれると思いますよ。思いもなくなり次第終了なのでご注意くださいね。そしてこれだけじゃないのですよ。コラボメニュー1品につき限定オリジナルカードが1枚ランダムでもらえます。第1弾は炭治郎、しのぶ、理由、いいね、何回も食べたるわ。第2弾はねずこ、いのすけ、無残、善逸、バスケツカード欲しいなぁ。第3弾は炭治郎、にしろう、やはば、にしろう&玉よ、やわわのカードは珍しいんじゃないか。一瞬誰かと思いました。さらにまだ続きますよ。数量限定弾丸パックも発売されます。弾丸パック、ソースのみ、1680円。弾丸パック、ソーストッピングニッシュ、1880円。箱のイラストも可愛いな。もちろんおまけ付き、限定クリアファイルがランダムで1枚、もらえちゃいます。第1弾は9月14日からで炭治郎とねずこ。第2弾は10月12日からで善逸とかまお。第3弾は11月9日からで煉獄さんといのすけ。発売日がノーマルたこ焼きとは違うんだな。そうなのですよ。なので次回のニュース、くらいから覚えやすいようにうまくやるんですわ。お願いね。そして、クリアファイルは混付するとつなげられますよ。全部集めないとな。まだ続くよ。あと2個。銀だこのレシートでプレゼント応募ができますよ。購入した船数、船とは8個入りで1船ですね。船数に応じてコースを選んで応募するようです。LINE で簡単レシート応募とあるので、レシートを撮影して送る方式だと思います。応募条件となるたこ焼きは、対象の築地銀だこ店舗で、販売しているすべてのたこ焼き8個入りが対象です。弾丸パックも対象で、16個入りは2船分、24個入りは3船分の換算です。4個入り、6個入りのたこ焼きは、応募対象外です。3つ目コースは限定デザインの食事券3枚セット、または限定デザインクリアファイルコンプリートセット、または限定オリジナルカードコンプリートセット。カードコンプは当たったら助かるな。5つ目コースは、限定デザイン缶バッジ6種セット、または羽織柄風呂敷、または卓上アクリルスタンド2種セット。たこ焼き食べてるアクリルスタンドはかなりいいな。そして特徴もあるんです。応募者全員の中から1名様にねずこの木箱風運び箱が当たります。カミングスーン。1名じゃ厳しいな。でもめっちゃ気になるなこれ。概要欄にリンク貼っておきますので、銀だこと LINE の友達になっておいてくださいね。そして最後ですが、特設サイトで鬼滅袋が購入できます。限定デザイングッズで9月20日から特設サイトで購入可能で、発送は2021年1から2月頃発送予定のようです。中身はオリジナルお食事券やここだけの限定デザイングッズが入った限定商品のようですよ。楽しみやな。また詳細が決まったらお伝えしますね。本日は以上となります。それでは、全員集中。